実際にバッテリー自体に問題がない場合、この時にですね、バッテリーの接続部分に実は問題が起きている可能性っていうのはございます。お手入れだったりメンテナンスですね、定期的に実施していただくことをお勧めしております。あなたのお悩み解決、ルンバ相談室。はい、ということで、この動画でですね、ルンバを普段お使いの皆様からお問い合わせいただくルンバに関するお悩み事、こちらの方を一つずつ解決していくような動画となっております。本日のお悩みはこちらになります。ルンバが動きません。はい、ある時急にルンバが動かなくなってしまった、そういった時の対処法についてこれからお話しさせていただきたいと思います。解決策はこちらになります。バッテリーを確認してくださいというような形で、バッテリーですね、実際にバッテリー自体に問題がない場合、この時にですね、バッテリーの接続部分に実は問題が起きている可能性っていうのはございます。ルンバを一回裏返していただいて、バッテリーを付け直していただく作業をこれからお話しさせていただきたいと思います。では早速やってみましょう。まずですね、最初に平らのところでルンバを裏返してください。ドライバーでエッジクリーニングブラシ、このコーナーのブラシですね、こちらの方をネジを緩めていただいて、エッジクリーニングブラシを取り外していただきます。底面のカバーをですね、ドライバーで緩めていただいて、カバーを外すとバッテリーが見えてきますので、バッテリーを外してください。この時に一度バッテリーを確認していただいて、もし異常があればバッテリーの交換というのをしてください。もし異常が見られない場合には、もう一回同じようにですね、バッテリーを正しい位置に設置していただいて、カバーやネジ等を逆の手順で付け直してください。コーナーのブラシも戻しましょう。そしてルンバの電源を入れ直してください。S9 プラスの場合もせっかくなんで見ていきたいと思います。手順としては全く同じになります。平らのところでルンバを裏返していただいて、ドライバーでネジを緩めていただいて、プレートというのを取り外します。バッテリーを固定しているネジを緩めていただいて、バッテリーのタブをつまんでバッテリーをまず取り外していただきます。そしてバッテリーを確認し、異常があればバッテリーの交換をしていただいて、そうでなければ今一度正しい位置に戻していただいて、先ほどとは逆の手順でカバーと締めてください。そしてルンバの電源を入れ直していただきます。これでルンバの状態というのが動かないというようなトラブルに対して、解決したかどうかというのを確認していただければと思います。もしこれで解決していただければ、引き続きご愛用いただければと思いますし、もしこれでまだ解決しないよという場合には、お気軽にアイロボットのサービスセンターまでお問い合わせいただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。本日はルンバが動かなくなったよという時に、一度バッテリーを取り外していただいて、バッテリーに異常がないか確認をしていただくというような解決策を提案させていただきました。ルンバを末永くご愛用いただくために、ぜひぜひこういったお手入れだったりメンテナンスですね、定期的に実施していただくことをお勧めしております。また別の動画でお会いしましょう。